レンタルビデオ店でバイトしてた時の話。俺は当時専門学校に通っていて、いつも帰りは夕方だったからシフトも夜から閉店、俺のとこは夜の12時までで入ることがほとんどだった。その日も同じようなシフトだったんだけど、授業がハードだったこともあって11時を過ぎる頃にはもうヘトヘト、特にこのくらいの時間になるとお客さんも減るもんだから、油断してるとレジに突っ伏していびきを立て始めそうなくらいだった。ちゃんと仕事しろよって思うだろうけど、ビデオ屋のレジ業務ってのは割と単純で、お客さんが来たらレンタルオア返却処理、それ以外の時間は外のポストや店内のボックスに返却された商品をひたすらバーコードで読み取って返却処理をしていくんだ。そんな作業みたいな内容だからそりゃ眠気も襲ってくるってもんだよ。それでも、そこの店長が怒るとめっちゃ怖い人だったから睡魔と戦いつつなんとか仕事はこなしてた。そうこうしているうちに閉店時間が近づき、店内に客が残っていないか確認に行っていたもう一人のバイト仲間の A が、遠目から俺に向かって両手で丸を作ってみせた。どうやら残っているお客さんはもういないらしい。閉店まではあと5分ほどだったため、あとはレジを閉めて売り上げを集計すれば家に帰れる。そう思った途端、体の力が抜けて俺は大きなあくびを一つした。すみません。突然の声に驚き、あくび途中の間抜けな顔を急いで取り繕いレジに向かうと、何やらひどく焦った様子で初老の男が一人、レジに立っていた。まだお客さんいるじゃんかよと A のチェックの甘さにやれやれと思いつつ対応すると、どうやら20本ほど借りていた DVD の返却期限が今日までのため、急いで返しに来たようだった。うちの場合、返却期限が過ぎると1本1泊につき延滞料が300円ちょっとかかるので、それが20本となるとバカにならない金額になる。これは焦るのも無理ないわなと返却処理を始めようとすると、男は人目を気にするようにそそくさと店を出て行ってしまった。本来であれば、レジまで返却しに来た場合、商品の確認が終わるまでお客さんにも待ってもらうことになっている。もし商品に抜けがあった場合、その場で伝えれば今日中の返却に間に合うかもしれないし、こちらとしても電話の手間が省けて楽だからだ。しかし、俺もその男を呼び止めることはしなかった。そもそも返却漏れなんてイレギュラーはそうそう起こることではないし、万が一あったとしてもこの時間だ。男がどんなに近くに住んでいたとしても12時までの返却には間に合わないだろう。何より俺は早く帰りたかった。男から渡された20本ほどの DVD を、ケースに書いてあるタイトルと DVD に書いてあるタイトルが一致しているか確認しながらレジに通し返却処理をしていく。残りも2、3枚となった時、思わず、マジか。と声が出た。明らかに中身の DVD が違う。ケースにはシリーズものの人気映画のタイトルが書かれているが、入っている DVD は家電量販店で売っているような白地のもので、その表面にここという文字が印刷されたラベルが貼られていた。字は手書きではなく印刷されたもののようで、真っ白な背景に印字された明朝体の文字にどことなく薄気味悪さを感じた。最後の最後でイレギュラーかよと内心イラつきもしたが、この時間は電話対応も必要ないため、誤って私物が入っていた旨のメモを残し、対応は明日のシフトの人に任せることにした。その後の業務を無事に終え、A と帰り自宅をしている途中、何の気なしに先ほどの話をしてみた。すると A は興味津々な様子で、明日もシフトが入っているからチャンスがあればしちょうだい、傷がついた DVD が再生できるか確認するための DVD デッキ、レジの中にある、で見てみる、と意気込んでいた。さすがに他人の所有物なんだからやめといた方が、と思ったが、A がそんな忠告を聞くとも思えないし、何より俺自身少し気になっていたので、後日 A にどんな内容だったか確認しようと軽く考え、その日は後で連れた。それから3日後、再びシフトが入っていたのでバイト先へ向かうと、いつも事務所にいる店長が珍しく店頭に出ており、見るからに不機嫌そうな顔で業務をしていた。うわ、こや誰かやらかしたなと。思い、なるべくイライラの矛先が向かないよう最低限の挨拶でレジへ向かおうとすると、開口一番。いいわ。と聞かれた。A なら確か今日のシフトにも入っているはずだと周りを見渡したが、姿が見えない。シフト表を見ると、俺が入る2時間前から出勤の予定になっているが、この時間になっても現れず連絡も取れないという。俺からも連絡を試みたが、スマホは LINE も電話も繋がらず、一人暮らしである A の家には固定電話もないためこれ以上できることはなかった。その後も店長はぶつくさと文句を言っていたが、しばらくすると事務所に戻っていき、ピリピリとした空気から解放された俺ともう一人のバイト仲間 B さんは胸をなで下ろした。
B さんはフリーターで、年は俺と A の3つ上。俺、A、B さんの3人でシフトに入ることも多く、ゲーム好きという共通点もあって仲は結構良かった。ともなれば、当然話題となるのは A。最初こそ心配していた俺たちだったが、B さんは、どうせ徹夜でゲームでもして今頃爆睡中だろう。とあまり深くは考えていないようだった。まあ、俺も大体は同意見、決して真面目とは言えない A のことなので、後日ひょっこり出勤して店長に大目玉を食らう姿が容易に想像できる。しかし、そこまで話していた時にふと3日前の出来事が頭をよぎった。ここ、と名付けられた DVD。今まですっかり忘れていたが、思い出すと無性に気になりだし、同時に何か冷たいものが背筋を通るのを感じた。A はあの中身を見たのだろうか。そういえば、A があの DVD を見ようとしていた日は B さんもシフトが入っていたはずだと思い出す。B さんにそのことを尋ねると、あれねえ、結局見てないんだよね。と何でもないように答えた。俺は拍子抜けしたものの、自分の馬鹿げた考えが否定されたことに安堵した。まさか呪いの、などと考えた自分が恥ずかしい。きっとあれはホームビデオか何かで、連絡を受けたあの男が受け取りに来たのだろう。ここというのはペットか何かの名前に違いない。そうやって楽観的な妄想をしていた俺は、次の B さんの一言によって現実に引き戻された。あれ A が持って帰っちゃったから。え、どういうことですか?と思わず尋ねると、どうやらこういうことらしい。その日、前日の俺のメモを見た従業員があの男に連絡したところ、やはり抜けていた任侠映画の DVD はまだ自宅にあったため、今日中に返却しに来るとのことだった。加えて私物と思われる DVD が代わりに入っていたことを伝えると、男の態度が急にしどろもどろになり、それはいらない、そちらで処分してくれと怯えた様子で繰り返したという。しばらくして約束通り男は DVD を持ってきたが、返却が終わるなりまたそそくさと逃げるように店を出て行ったそうだ。そして A と B さんが出勤しその話を聞くと、A は、じゃあ俺がもらっても問題ないですかね?と言い出し、さほど興味のなかった B さんは2つ返事でそれを了承してしまったのだという。俺は顛末を聞きながら、嫌な汗が体から吹き出すのを感じた。A は自宅にあの DVD を持って帰っていた。となれば当然中身も確認しただろう。それが今日の無断欠勤と関係があるのかどうかはわからないし、むしろ B さんの言う通りゲームのやりすぎで爆睡している方が呪いなんかよりよほど可能性があるのだが、その時の俺はどうにも A とあの DVD の関わりを切り離せないでいた。そのことを B さんに話したところ、盛大に笑われた。俺は結構真剣だったため、まともに取り合ってくれない B さんに少しムッとしたが、逆に笑い飛ばしてもらえたことで少し気が楽になった。相変わらず A は心配だったが、悶々としながらもなんとかその日のバイトを終えた。帰り際に店長にあの住所を聞こうかとも思ったが、まだ機嫌が悪いらしくあまり話しかけたくないのと、この時間に尋ねるのも迷惑かと思い、LINE で、起きたら連絡しろよ。とだけ送り、明日になっても返事がなければ店長に相談して A 宅を訪ねてみようと考えながら帰路に着いた。自宅に着き部屋に戻ると、家族のいる A に着いたという安心感からか疲れがどっと出てくる。ただすぐに眠れる気分でもなかったので、少しゲームでもすることにした。ちょうど明日は休みだし、ゲームをしていればそのうち A から、悪い寝てた。だのラインが来て俺の気流を吹き飛ばしてくれるのではないかとも考えていた。俺はゲームのパッケージが並べられた棚に手を伸ばし、そこから一本のパッケージを抜き取る。ベッドの前に腰を下ろし、もう何年も現役の PS4 を起動しモニターの電源を入れた。見慣れた起動画面を見ながらパッケージを開き、ディスクに目を落としたとき、息が止まった。ここ。無地の白に黒の明朝体、シンプルすぎて忘れようがないあの DVD。なんでここに?どうして?あのいたずら?あらゆる可能性を脳内で模索するが、到底納得のいく結論は導き出せなかった。パッケージが滑り落ち、床に落ちた衝撃で中の DVD が飛び出す。まるで見ろと言わんばかりに、それは俺の目の前に放り出された。カラン、というその音で画を取り戻すと、俺はゆっくりとその DVD に手を伸ばした。さっきまであれほどまでに怯えていたのが嘘のように、俺の中の感情はむしろ怒りに近いものになっていた。不老者のような格好をしたその男はカメラに一別もくれず、空き地の中央にスコップを突き立て穴を掘り始めた。
散々脅かしやがって、青どうした、もともと入ってたゲームのディスクはどこにあった、絶対お前の正体を暴いてやる、といった感情が渦を巻き、俺は自分でも気づかないままその DVD をプレイヤーにセットしていた。今思えば、俺はこの時からすでに何かに誘導されていたのかもしれない。しばらくの読み込みの後、DVD が再生される。数秒ほどの暗闇、どうやら地面を映していたようで、誰かの手によりカメラが正面に向けられる。画質は荒く、劣化した VHS のようなノイズがひどいが、かろうじて何が映っているかは確認ができた。そこは森か山の中のようだった。時刻は夕方か早朝か、真っ暗ではないがとにかく薄暗い。画面の中央部分は木の生えていない空き地のような場所が映し出されており、その周辺を囲うようにして鬱蒼とした木々が生い茂っている。しばらくその映像が続いたかと思うと、カメラの手前からスコップを持った男が現れた。直径で言うと1メートルほどだろうか。男はひたすらにスコップを動かし、土をすくっては捨て、あっという間に深さ1メートルほどの穴を掘ったようだった。すると、男は突然スコップを投げ捨て穴の中に飛び降りた。何やらもぞもぞと動いているようだったが、いかんせん画質が悪く不明瞭だ。少しでも見やすいよう部屋の明かりを落としモニターに目を凝らすと、ようやく男が何をしているのか理解した。素手で穴を掘っている。時折見える男の顔はもはや正気ではないようで、焦点の合っていない目を大きく見開きながら、口だけは笑顔のように引きつるほど横に開いていた。ガリガリと素手で土を掘っては穴の外に投げ出す、その動作を延々と続ける男の手は、今や映像越しでもわかるほど血で濡れていた。それでも一心不乱に土をかき出し続ける様を見ていると、ある変化に気づいた。これまでは土と血で覆われていた男の手に、何やら糸のようなものが絡んでいる。かすかな明かりに照らされ、時折白く反射して見えるそれが長い髪の毛だと気づくのに時間はかからなかった。その様をどれほど見ていただろうか、気づくと男の姿はすっかり穴の中に隠れ、見えるのは時折外に投げ出される土と髪の毛が混ざった物体だけになった。男は相変わらず一心不乱に穴を掘っている。ガリガリと爪が土を削る音がやけに大きく聞こえる。そのうち土すらも投げ出されなくなった。ガリガリという音はまだ聞こえている。さっきよりうるさい。穴から何かが出てくる。さっきの男だろうか。いや、違う。ぽっかりと開いた暗闇から覗いたそれは、白く細い女の手のようだった。穴の縁に手がかかる。ゆらりともう一つ手が暗闇から伸びて反対の縁に手をかけた。ガリガリという音は止まらない。頭が割れそうだ。そして両手の間からゆっくりと真っ黒な物体が浮かび上がる。土の中の湿気なのか、あるいは男の血なのか、黒い髪の毛は月明かりに照らされてぬらぬらと光っている。そのうち白い肌が見えた。額だろうか。このままだと目が合ってしまう。それにしてもなんだろうこの音は。あまりにもうるさい。目が合ったらまずいとわかっているのに体が動かない。頭はゆっくりと上がってきている。ガリガリという音がうるさい。もうすぐ目が合う。うるさい。あ、目が。何やってんの?不意にものすごい勢いで肩を揺さぶられ、俺は一気に現実に引き戻された。見ると母が今にも泣きそうな、ひどく怯えたような表情で俺を見つめている。何をそんな怯えているのだろうと正面へ向き直ると、目の前に広がる光景に愕然とした。部屋に敷いていたカーペットはボロボロに破れており、その下のフローリングまで大量の引っかき傷がついている。それだけではない、カーペットもフローリングも血まみれになっていた。一体なぜ?と考えを巡らせようとした瞬間、激しい痛みが両手を襲った。恐る恐る自分の手を見てみると、思わず気を失いそうになった。指先すべてから大量に血が流れ、爪のいくつかは剥がれ落ち、かろうじて残った爪の間にもカーペットの毛やフローリングの削りカスが詰まっていた。そうか、あのガリガリという音は俺自身が出していたのか。母が救急に電話している声を遠くに聞きながら、俺はモニターに映し出された、信号がありません。の文字をただ眺めていた。その後母から聞いた話では、あの時もう深夜だったにもかかわらず、俺の部屋からゴリゴリといった音が聞こえ始めたため注意しに上がってきたところ、満面の笑みで床を削る俺がいたそうだ。目の焦点も曖昧で、これはただごとじゃないと判断した母が引っ叩いたり揺さぶったりしてなんとか正気を取り戻させてくれたらしい。俺はその後治療やらカウンセリングやらで結構大変だったんだけど、今は爪も生えてきて普通に生活できてる。それとあの DVD、病院から帰って確認したんだけどまだあったんだ。
俺はもう夢か何かだと思ってたから正直かなり驚いた。もちろん捨てたんだけど、ダメなんだ。普通に捨てても割って捨ててもなぜかまた出てくる。ゲームのパッケージからだったり、ライブの DVD と入れ替わってたり。だからあの男を見習ってしれっと別のレンタルビデオ屋の返却ボックスに入れておいた。そしたらそれからはもう戻ってこなくなった。どうやら捨てるのがダメみたいだ。誰かに渡さないといけなかったんだな。A の死体はあれから少しして見つかった。俺たちが住んでる町の2駅くらい隣にある山で、穴に埋まるように死んでいたのを発見されたらしい。爪の間にびっしり土が詰まってて手が血まみれだったから、最初は生き埋めとかで事件性ありってちょっと話題になったんだけど、何の進展もないからそのうち忘れられたみたいだ。A はきっとあの DVD を最後まで見てしまったんだと思う。俺は実家住みだったからなんとかなったが、もし母が止めてくれなかったら今頃は A と同じ道をたどっていただろう。そうそう、最近思うんだ。せめて俺だけでも A に起こったことを忘れないよう、供養も兼ねてあの山に行ってみようかなって。A が好きだったコーラやカップラーメンを持ってさ、あとお調子者で動画に映るのとか好きだったからカメラも持っていこう。陽気にピースする A の心霊写真が撮れたりして。あとはなんだろう。スコップも必要かな？変なキリンさん。これはあかりが最近よく言ってた言葉です。最初のうちはそこまでは気に留めていませんでした。というのは、幼稚園児の子供というのは覚えたての言葉を状況も考えずに喋りたがるものですもんね。大場さんはそう言って軽く微笑んだ後、悲しげにうつむいた。S 市郊外にある市営団地に住む大場さんは今年みそじで、ショートの髪を明るい茶髪にした細目の女性である。6畳ほどの畳の間に正座した彼女の背後には小さな白木の祭壇があり、飾られたお花とお供え物の前にはにっこり微笑む幼い女児の家が置かれていた。喪服姿のおばさんは続ける。私の住んでいる団地は古くてエレベーターがなく、2階奥にある自宅に行くには階段を利用しないといけません。その日もパートの仕事を終えた私は、いつも通りあかりを幼稚園に迎えに行きました。その後途中に買い物を終え団地に着くと、娘と二人レジ袋を下げて一歩一歩コンクリートの階段を登っていたんです。そして2階に行き着き、次は2階という時でした。あ、変なキリンさん。突然娘が立ち止まり指さしながら言います。え、どこに？と私はその先に視線をやりました。すると、娘はほら、一番奥に、と嬉しそうに言うので、私は渡り廊下の突き当たりのあたりに目を凝らします。でも見えるのは赤茶けた金属製の玄関扉と、その前の渡り廊下だけです。すると娘は同じ方を見ながら、バイバイ、と笑顔で手を振ると、再び元気よく階段を登り始めました。あそこは、うちのちょうど真下で確かおじいちゃんが一人で暮らしている部屋では、などと思いながら私もまた登り始めたんです。それからも何度となくあかりと一緒に買い物に行くんですが、その都度同じ場所で同じことを言ってました。それで私、ある夕飯時に尋ねたんです。あかりとちゃんさ、ママと一緒に買い物に行った帰り道、下の部屋の方を指さして変なキリンさんって言うじゃない。そのキリンさんってどんな姿なの？言われたあかりはしばらく上を向き首をかしげるような仕草をしていたのですが、やがて食卓テーブルを離れると、どこからかが用紙とクレヨンセットを持って戻ってきました。それからテーブルに画用紙を置くと、口を尖らせてクレヨンで描き出したんです。そして書き終えると、はい、これ、と言って私に手渡してくれました。どれどれと私はその絵を見ます。それは奇妙な生き物の絵でした。四つ足で長い首に黄色い胴体というところは、確かにキリンのようです。でも違いました。というのは、その顔は人間のようで目や鼻や口があり顔の肌も肌色だったのです。ねえ、このキリンさん、あかりちゃんに何と言ってるの？寂しいからこっちにおいでよって言ってる。こっちにおいで？うん。私が尋ねるとあかりは無邪気にうなずきました。そこまで喋りおばさんは耐えきれずうつむくと、白いハンカチで目頭を押さえる。
私も釣られて喪服の胸ポケットからハンカチを出すと、目頭を押さえた。しばらくすると彼女はまた話し出す。それでどうにも気になった私はその翌日、勤め先を午後から早退し団地に帰り、明かりの指さしていた2階奥の部屋に行ってみようと思ったんです。そして団地に行き着くといつも通り2階まで歩き、何気に渡り廊下の先を見た時です。ゾクリと背筋に冷たいものが走りました。その時私には確かに見えたんです、あれが。廊下沿いに並ぶ金属の入り口扉、その一番奥の前あたりに、午後の気だるい日差しに照らされ、奇妙な人らしきものがポツンと立っているんです。こちらに背中を向けたその人は多分裸だったと思います。がっくりと肩を丸めて、ただ首だけは異様に長くて頭部を前にうなだれています。その光景が信じられなかった私は一瞬、目をつむりました。それから再び見た時には、それはいませんでした。私は勇気を出して、その場所まで歩きます。赤茶けた金属の扉の下部にあるポスト口には郵便物が溢れるほどぎっしり詰まっている。扉横手には、田中、という表札。不審に思った私は呼び出しのブザーを押してみました。ブー。何度となく押すのですが何の返事もありません。軽くノックして、田中さん、田中さん、と声をかけたのですが、やはり同じでした。だから私はやむを得ず、ドアノブを回してみたんです。そしたら意外に簡単に開いて、扉を開くといきなりなんというか生ゴミの腐ったような匂いが鼻をつき、私は思わず鼻と口を押さえます。そしてこわごわ、田中さん、田中さんいますか?と廊下の奥に向かって声をかけましたが、やはり返事はありません。それで、すみません、上がりますよ。と言うと、靴を脱いで廊下に上がります。間取りはうちと同じはずですからまっすぐ歩き、突き当たりのリビング入り口扉を開けました。室内はきちんと片付けられており、正面奥のサッシ戸のカーテンは閉じられ、中央にあるダイニングテーブルの上には畳んだ新聞が一つ置かれているだけです。田中さん、田中さん、いるなら返事してください。と言いながら私はリビングを横切り、隣の和室を区切る襖の取っ手に手をかけると、ゆっくり開けていきます。そこまで言った後おばさんは突然片手で口を押さえ眉間にシワを寄せながらうつむくと、とうとう畳にトップして言葉を詰まらせる。正面に正座する私は彼女の震える背中をさすりながら、辛いのなら、もうここまででいいんですよ、と囁く。彼女はしばらくそうしていたが、やがて気丈に体を上げると続けた。襖を開けた途端に強烈な腐敗臭が鼻をつくとともに、数匹のハエが飛び出してきました。室内はどんよりとした重々しい空気が、漂ってます。それから視界に飛び込んできた光景を理解するのには、数秒かかりました。でもそれが分かった時には心臓が激しく鼓動をしだし、足がガクガクと震え出したんです。それは薄暗い和室の片隅の方、ちょうど仏壇の前あたりでした。裸の男の人の背中が宙に浮いてる。でも違いました。その人は天井から垂れたロープに首を通し、体をだらりと預けたままゆっくり回転しています。その下の畳は茶色く変色してました。亡骸は随分時間を経ていたのか首だけが異様に伸びています。しかもその胴体は黄色く変色してあちこちにどす黒いシミがあり耐え難い異臭を放っており、周りを生えた血が飛び交っています。そして次の瞬間でした。どさ。その首は途中でちぎれ、ロープの輪っかに頭部だけを残したまま干からびた黄色い胴体を畳に落としたのです。私は腰から下の力が一気に抜け、小さく悲鳴を上げながらそのまま尻餅をつきました。そしてしばらく呆然として固まっていたのですが、やがて気を取り直すと警察に電話しようと携帯を手元に持ってきた時です。するとそれよりも先に呼び出し音が鳴り出しました。画面を見ると明かりの幼稚園からです。慌てて出ると娘のクラスの先生からで、
あかりちゃんが、あかりちゃんが、と、ただ泣きながら繰り返すものですから私、どうしたんですか?と焦りながら尋ねたんです。そしたら、その後おばさんは泣き崩れ、会話どころではなかった。私はあかりちゃんの家に手を合わせ線香をあげると、団地を後にした。帰りの車の中、署に向かう途中私は考えていた。元来私は心霊現象などということは信じていない。ただ今回の件に関しては、あのあかりちゃんの悲惨な死亡事故の状況に関してだけは、お遊戯の時間突然幼稚園の片隅にある鉄棒に縄跳びのロープを通し、笑顔でバイバイと言いながら自ら首を吊ったあかりちゃんのあの異常な行動だけは、やはり田中さんの自死と関連付けせずにはいられなかった。私は映像や音楽を制作する小さなスタジオを細々と経営しているのですが、最近は様々なクリエイターが自らコンテンツを制作して動画配信サイトなどで公開するようになってきたこともあり、スタジオにこもって音源を制作する、なんていう需要は目に見えて減っています。経営難を乗り切るために、磁気テープに保存された昔の映像や音声データをデジタル化する仕事も始めたのですが、最近ではこちらの方がスタジオを使用する主な業務になっています。ストリーミング配信が主流となった現代では、音楽や映像コンテンツを個別に楽しむために CD や DVD、ブルーレイといった物理メディアを購入するという経験すらしたことがない若者も少なくないので、私のようなおじさんは時代に取り残されていく焦りや悲哀すら感じてしまいますが、そんな DVD や CD が生まれる前には、磁気カセットテープに映像や音楽を記録したものでコンテンツを楽しむのが当たり前でした。もしかすると皆さんの実家やおじいちゃんおばあちゃんの家には昔の VHS や、さらに古い 8mm フィルムなんかが残っているのではないでしょうか?そういった磁気テープは、デジタル化されたデータと違い、保存されていた環境の影響を強く受けるので、カビてしまったり、ヘッドと物理的に接触するためテープが切れてしまったりと、経年劣化は避けられない大きな問題です。昭和初期の家族の団らんや街の雑踏を映した歴史資料としても貴重な 8mm フィルムをはじめ、家庭用ビデオカメラが普及し始めた頃には、各家庭のお父さんがこぞって我が子の運動会を撮影した VHS といったメディアは、人知れず日本中にたくさん残っていると思われます。懐かしい映像を見てみたいのだが、テープが擦り切れていたり、再生するビデオデッキ自体がないというご家庭も少なくないので、依頼があればそんなテープをお借りして、映像の乱れや音声の劣化を調整してデジタル化し、いつでも気軽に昔を忍んでいただけるようにしているのですが、亡くなったご家族の思い出が蘇って嬉しそうにされている依頼主の姿を見ていると、こちらも本当にほっこりします。さて、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、そんな業務を毎日やっていると、なんともおかしな映像に出会うことがあります。依頼主の若かりし頃と思われる夫婦喧嘩を襖の隙間から子供が撮影しているようなものや、供述するのははばかられますが、いわゆる個人撮影のポルノ映像のようなものまで。そのうちの一本が、私の人生で最も戦慄した内容だったので、映像に映った人物や依頼主の尊厳にできるだけ配慮しつつ、簡単にご説明したいと思います。ことの始まりは、弱い70代ほどの男性が持ってきた一本の VHS でした。その男性は、ガジェット好きの第一世代とでも言いましょうか。パソコンが家庭に普及する1970年代の黎明期には給料の大半を注ぎ込んで機器を揃えプログラミングに没頭していたような経験の持ち主で、映像や音楽の記録媒体や再生機器についての知識も、一応プロとして仕事にしている私でも恐れ入る強者でした。そんな男性ですら、どうにもならない。骨を上げて持ってきたのがその VHS だったわけですが、テープの冒頭数十秒だけかろうじて再生できるのだが、ひどく乱れた映像には、どうやら長年連れ添ってきた奥様に出会う前に交際していた女性、いわゆる元カノが映っているようだ、と。さすがに数十年越しで妻にこんな映像を見せるわけにもいかないけど、かといって捨てるのも忍びないし、そもそもこんな映像を撮影した記憶が全くないので、なんとか復元して一度だけでも見てみたいのだ、と。果てたしてそれほどのスキルを持った男性がどうにもできなかった映像の復元が可能なのか不安もありましたが、男性が気恥ずかしそうにしている姿を見て、個人的な興味にも駆られたので、あくまで復元が成功した場合のみ報酬を受け取るという形にして仕事を引き受けました。早速その日の夜にビデオテープを専用の端末にセットし、
再生を始めたのですが、映っていたのは20代くらいのデニムパンツに花柄のシャツを着た綺麗な女性がビジネスホテルの部屋らしき殺風景な空間に敷かれたベッドの縁に腰掛けている姿でした。女性は両手を膝の上に乗せ、背筋を伸ばしてしばらくカメラを見据えていました。そして、その口が少し開きかけたところで映像がコマ送りのように乱れ始め、ブー、というノイズとともに、映像の下半分がぐちゃぐちゃになったり、今度は上半分が乱れたりという状態になってしまいます。VHS は、磁気テープに信号が記録されるのですが、記録された状態をトラック、道路や線路のようにお考えください、と言います。今日のデジタルデータと違い、再生するビデオデッキという機器のヘッドと言われる部分とテープのトラックが来たりと合わないと、コマ送りの映像がずれてしまい、上下へと画像が流れたり崩壊した像を結んでしまいます。各ビデオデッキメーカーはユーザーが自分でトラックを調整できるよう、トラッキング、というつまみやスイッチを取り付けて、映像が綺麗に再生できるように工夫しましたが、時代が進んでビデオデッキが市場から姿を消すとともに、家庭に残された古いカセットテープは劣化し時期を帯びてしまい、なんとかビデオデッキを手に入れて、いくらトラッキング調整をしても再生がうまくいかないというパターンが増えてきました。プロとして映像復元を生業にしているので、トラッキングにまつわる異常に関しては業務用の専用機器による工学的アプローチ、またソフトウェアを使ったデジタルでのアプローチで、ほぼ完全に修復できるのが売りなので、早速取り組んでみました。女性が映った映像は徐々に乱れが収まり、それとともに音声が聞こえるようになりました。上述したように、女性はカメラを見据えたまましばらく押し黙っていたのですが、やがて口を開き、自分の名前とその日の天気、当時流行っていたであろうバンドのコンサートについてよどみなく話し始めました。これだけなら特におかしな映像ではないのですが、不気味に思ったのは映像が始まって3部程度経過した頃からでした。女性は突如、足をベッドの下に下ろしたまま、両手を万歳のポーズで掲げ、上半身だけで腹筋をするように何度もベッドに背中をつけては起き上がるという奇妙な動きをするようになったのです。この動きを実際にされるとお分かりいただけると思いますが、足を何かで固定しておかないと、起き上がる時にどうしても両足が浮いてしまい、反動をつけて腹筋するような形になってしまいます。しかし映像の女性は、床にピタリと足をつけたまま、上半身だけが跳ねるように強烈に動いています。しかも、その間も女性は何気ない言葉を発し続けており、その声色は体の動きと相反して静かで淡々としており、息が上がった様子もなく、まるで映像とは別にアフレコでもされるようでした。ここで私は編集ソフトの音声波形データに見落としがあることに気づきました。それまでステレオで録音されていると思い込んでいた音声が、実はレフトチャンネルとライトチャンネル、左音声と右音声、で別な波形を示していることに気づいたんです。映像の乱れが回復するとともに聞こえるようになったのはレフトチャンネルのみで、ライトチャンネルはミュートされている状態でした。そこで信号出力をライトチャンネルに切り替えた瞬間、モニタースピーカーから耳をつんざくような音が鳴り、心臓が止まるかと思いました。その声とも音とも形容しがたい音は、人が、と叫ぶ声を幾重にも多重録音し、強く歪ませたようなものでした。ボーカルが見事なデスボイスを聞かせてくれるバンドの録音にも携わり、爆音には慣れている私でも、吐き気を催すような不快な音がスタジオを満たし、めまいを覚えながらモニタースピーカーへの信号出力を切ったのですが音は鳴りやみません。凄まじい予感を感じながらスピーカーのケーブルを引きちぎるように抜いたのですが、その音は消えませんでした。おそらくその直後に失神したのだと思いますが、意識を失う直前に私が見た映像は、両手を上に掲げた女性が、髪を逆立て、目を向いてこちらに向かって叫んでいる姿でした。再び乱れたトラッキングのせいか女性の姿はカクカクといびつになり、2枚程度で作られた荒い自負画像のように起き上がっている姿と倒れ込む姿を高速で繰り返していました。しかし、その恐ろしい顔だけは実にはっきりとこちらを見ているのです。恥ずかしながら年がいもなく気絶していたのが数分なのか数時間なのか覚えていないのですが、スタジオで一緒に働く同僚に肩を叩かれて目を覚ました時の、同僚の決まり悪そうな表情が忘れられません。何を見てるの？彼は怪訝な顔でモニターを見つめていました。そこに映っていたのは、さっきまで編集していたホテルの一室らしき空間とベッドなのですが、若い女性が座っていたはずの白いシーツには、満載の形で手を伸ばした人型に見える赤黒いシミのようなものが映されているだけでした。そのシミはベッドの縁を伝って女性が足を置いていたカーペットの上までべっとりと伸びて、はっきりとわかる足型を残していました。
はて、彼女は裸足だっただろうか？私がその奇妙な映像を見てぼんやり考えたのはそれだけでした。ことの経緯を同僚に説明し、映像を巻き戻してみても、もはや VHS には気味の悪いシミのついたベッドが延々と映し出されているだけで、録画は途中でプツンと切れていました。そういうこともある。比較的達観した同僚の声もあり、私はそれ以上その VHS について考えるのをやめました。依頼主には映像が修復できなかったと伝え、テープをお返ししました。男性は非常に残念そうにされていましたが、私としては何かとんでもない過去を掘り起こしてしまう気がしてならなかったので、処分することをやんわり進めておきました。取り留めのない文章になってしまいましたが、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。皆さんも、もし実家などに眠っているホームビデオがあれば、取り返しがつかないほど劣化する前にデジタル化するのをお勧めします。稲沢さんは北海道のある地方都市で幼少期を過ごし、高校卒業と同時に進学のため地元を出た。札幌の大学に進学してそのままそこの医療系企業に就職。地元との縁は年に二度、盆と正月に帰省する以外はほぼ完全に切れていたという。よそじになった稲沢さんは妻子こそいなかったものの、趣味と仕事を両立させた充実した日々を送っていた。独身ゆえの寂しさはあったが、その分自由で何にも縛られることのない毎日だった。中年になって社会人としても油が乗り出し、仕事の疲れは趣味の釣りで思う存分発散する。そんな生活を続けていた彼の元に母親の訃報が舞い込んできたのは思いがけない突然のことだった。もう70超えてましたからね。言われてみればそろそろ何かと危険になってくる年だったんですけど、持病もないし会う時はいつもピンピンしてたから、僕も兄貴たちも油断してました。冬場の凍りついた歩道橋から足を滑らせて転げ落ち、そのまま頭を強打して亡くなってしまったのだ。稲沢さんは葬儀のために地元へ戻り、そこで兄弟たちと実家をどうするか話し合った。あいにく父は息子たちが20歳そこそこの頃に大病を患って他界していたので、このままでは実家に住む人間がいなくなってしまう。しかしかといって今の仕事を辞めて家を相続するなんてできないし、稲沢さん以外の兄弟たちには妻子もある。結局みんな家を相続するのは無理だということで、家ごと売りに出してしまおうということになった。職場に事情を伝えて長期休暇を取得し、実家の片付けに従事する中でだ。稲沢さんはかつて自分が使っていた。当然、今はもう物置になっている。部屋の中をあれこれ懐かしみながら整理していると、そこで一冊のアルバムを見つけた。小学校の卒業アルバムだった。掃除中に懐かしい品を見つけて手が止まってしまうというのはあるあるだが、中でもこの手のアルバムは一番時間を食い荒らす。例に漏れず稲沢さんは手をやめてアルバムをめくり、果実の少年時代に思いを馳せ始めた。卒業してから一度も会っていないやつ、なんだかんだで今まで付き合いが続いてるやつ、当時嫌いだったやつ、陰でバカにしてたやつ、面白くて人気者だった先生。クラスメイトの名前と顔写真がずらりと並んだ見開きページをじっくり眺めていると、そこでふと稲沢さんはあることに気がついた。エリコちゃん、がいないのだ。エリコちゃんはいつもにんまりと笑っている明るい女の子だった。クリクリした大きな目が特徴的で、誰にでも人懐っこくて分け隔てがなかった。そんな子だから男子からの人気は高くて、いわゆる恋バナに花を咲かせる時なんかは結構な数の男子がエリコちゃんの名前を挙げていたのをよく覚えている。そして稲沢さんもその中の一人だった。よく笑い、よく喋るエリコちゃんに対して抱いたむずがゆい感情。あれは間違いなく彼の人生における初恋だった。しかしそんな思い出深いエリコちゃんの名前も顔もアルバムの中にはない。何かの手違いで載せ忘れてしまったのだろうかとも思ったが、クラスへのメッセージを記した寄せ書きや将来の抱負を書いた作文などのコーナーにも彼女の名前はなかった。どういうことだろうと思って記憶をひっくり返していくうちに、稲沢さんはある可能性に思い当たったという。当時は全然疑問になんて思わなかったんですけどね。改めて思い返してみると、エリコちゃんとの思い出ってちょっとおかしいんですよ。まず、教室の中以外でエリコちゃんのことを見かけた記憶がないんです。記憶の中のおかしな点はそれだけではない。エリコちゃんが話しかけてくるのはいつもあっちからだったし、何よりエリコちゃんは授業中だろうとお構いなしに席を立って、いつも通りの笑顔で話しかけてきたように思う。そして自分は当然のように彼女へ応答していて、担任の先生にそれを咎められた記憶はない。
イマジナリーフレンドってあるじゃないですか。最初はそれだと思いました。だが、だとするとおかしなことがある。稲沢さんには確かに、他のクラスメイトとエリコちゃんについて話した記憶があるのだ。自分の脳が幼い空想に対して都合のいい形で記憶を湾曲している可能性も考えられたが、なんとなく気になって稲沢さんは一人の友人に連絡を取ることにした。彼、仮に矢田さんとする。とは小学生の頃からの腐れ縁で、目の前の卒業アルバムにもこちらはちゃんと顔と名前がある。未だに帰省した折には一緒に飲みに行くような仲なので連絡を取るのは容易だった。果たして電話に出た矢田さんに稲沢さんが質問すると、彼は笑ってこう言ったそうだ。エリコちゃんのことなんて、そりゃ覚えてるよ。俺もお前も初恋はあの子だったろ。確か。やはり、あれは自分だけの妄想などではなかったのだ。稲沢さんはすぐさま卒業アルバムにエリコちゃんがいないこと、そしてエリコちゃんとの記憶に付随する不自然さについて矢田さんにまくし立てた。しかし矢田さんは、考えすぎだろ。ホラー作家でも目指し出したか?などまともに取り合ってくれない。結局そこでは後でアルバムを見てみろと念押しして電話を切ることになったのだったが、数時間後に今度は矢田さんの方から電話がかかってきた。アルバム見たけど、本当にいねえなエリコちゃん。そこから、二人であでもないこうでもないと可能性を論じ合った。エリコちゃんは卒業を待たずに転校してしまっただけ。エリコちゃんは病気か事故で死んでしまい、それがショックで記憶から消していた。違う学年の子がしばしば自分たちのクラスに遊びに来ていただけだった。どれも違う。初恋の相手が転校してしまうなんて大きな出来事を忘れるとは思えないし、クラスで亡くなった子はいたが、亡くなったのは男子だったし、アルバムにもその子を追悼したコーナーが設けられている。仮にエリコちゃんが在学中に亡くなっていたとして一人だけ省かれているのはおかしい。さすがに違う学年の子をクラスメイトと勘違いはしないだろうし、何よりこれらのどの可能性においても、エリコちゃんという女の子との記憶について回る不合理は払拭できなかった。集団ヒステリーの一種だったのではないかという説が一番理にかなっているように思われたが、それもどこか釈然としないものが残る。座敷わらしみたいなもんだったのかね、あの子。結局、長電話の末に矢田さんがふと漏らしたこの可能性が正しいのではないかということになった。非科学的な結論だが悪い気はしない。優しい落としどころだろう。と、ここで話が終われば平和だった。しかしこの矢田さんという男は思いがけず舞い込んできたミステリーに一人でテンションを上げてしまったらしく、翌日こんな電話をよこしてきたのだ。地元に残ってる奴らに電話したらさ、何人かエリコちゃんのこと覚えてる奴がいた。お前まだしばらくこっちにいるんだろ。そいつらも呼んでどこかで飲もうぜ。エリコちゃんイコール座敷わらしのようなもの、という結論にしみじみしたものを感じていたのが馬鹿らしく思えるような温度差だったが、特に断る理由もないし、何十年というレベルで会っていない当時の同級生と再会できるというのはそれなりに魅力的に感じられた。参加する旨の返事をすると日取りは矢田さんにより段取りよく決定されて、二人を含めて5人ほどのメンバーで個室居酒屋に入って飲み会をする運びになった。いわゆる和風ダイニング系の室内で再会したかつての同級生たちは誰も彼も自己紹介なしでは名前がわからないほどだった。最初は少しやりとりによそよそしさが目立ったが、もともとこんな突然の誘いに飛びついてくるような奴らである。すぐに緊張も解け、数十年の月日を感じさせない親しげな会話で盛り上がり始めた。やれ今はどこに勤めてるだとか、宝くじが当たってマンションを買っただとか、おのおののエピソードトークに花が咲く飲み会は率直にとても楽しかったそうだ。だが矢田さんがエリコちゃんの話題を出すと、内の一人が露骨に顔を曇らせた。エリコちゃんのことは俺も覚えてるけどさ、俺は正直気味悪いよ。だって俺、矢田から電話で言われるまであの子のことなんて忘れてたんだぞ。卒業してから多分一回も思い出したことなかったんだよ。なのに矢田からその名前聞いたらさ、急に今まで綺麗さっぱり忘れてたもんがブワッと溢れ出してきたっていうか。辻、とウイスキーを一口含みながら言ったその言葉に、場の雰囲気が少し重くなったという。言われてみればそうだな、って思ったんです。私もね、あの日アルバムを開くまで。エリコちゃんのことをずっと忘れてました。おかしいですよね。初恋の相手のことなんて、どこかで話のネタにしてても良さそうなのに。けどエリコちゃんは可愛かったよな、と。空気を変えようとしてか矢田さんがそう言うと、彼の目論見通り場はなんとなく和んだ。
エリコちゃんに対する恐れの念を吐露した奴も気づけば、あの子はな、可愛いのもそうだけど人懐っこいのがずるかったよな、なんて言っている。一瞬不穏な色を帯びかけた場はすっかり幼い日の不思議な友達との思い出を語らう優しいそれになり、酒も進み、皆の胃が回ってきた頃だった。なあ、あの子の絵を描いてみないか。矢田さんはそう提案すると、メモ用紙と人数分のボールペンをカバンから取り出した。もちろん本格的な絵を描こうというのではなく、酒の席でのちょっとしたお遊びだ。もし描いたエリコちゃんの姿がみんな一致したなら、やはりエリコちゃんはいたのだろうということになるし、違ったらそれはそれで謎が深まってまた会話のネタが増える。みんな特に嫌がるでもなく紙とペンを受け取り、サラサラとペンを走らせて、全員が絵を完成させたのを確認して、一斉のおせってテーブルの上にそれを出した。まあやっぱりいたんでしょうね、エリコちゃんは。みんな同じ絵を描いてましたよ。ワンピースのような薄手の可愛い洋服、力を込めれば折れてしまいそうな細い手足、腰くらいまで伸ばした長い髪、いつもにまにまと笑っている可愛い口、顔中にびっしりついたクリクリした大きな無数の目。その場が凍りついたのはもう言うまでもないですよね。全員描いている時はその姿の異様さに気づかなかったのだという。描けと言われてすぐに描けるくらい鮮明な記憶があるのに、ずっとそれを当然のものだと思っていた。そんな魔法が他人の手によって描かれた姿を見た途端に一気に解けた。まさにね、魔法だったんですよ。エリコちゃんは私たちに魔法をかけていたんです。そして私たちがその魔法を解いてしまった。飲み会の席はすぐさまお開きになった。矢田さんをはじめとしたかつての同級生たちとも今は一切連絡を取っていないという。そしてそれは彼らも皆同じだと思う。稲沢さんはやつれた顔でそう語った。頭から離れないんです、あの子の顔が。仕事をしていても何をしていても、ふと気を抜くとあの顔が脳裏をよぎる。口元に人懐っこいにんまりとした笑みを浮かべて、顔中に吹き出物のように無数の目をひしめかせたエリコちゃんの顔がどうしても忘れられないのだという。私、この先どうしたらいいんですかね。稲沢さんは現在心労がたたって体を壊し、長年勤めた仕事も辞めてしまい、親類の家で世話になっているのだそうだ。彼が通い、エリコちゃんと同じ時間を過ごした小学校は、今も同じ場所にあるという。あれは私が小さな子供の頃、1980年代のおしまい頃のことですので、もう30年以上前になります。随分と昔のことですし、そろそろよそ様にお話ししても問題なかろうと思い、お話しします。ただ、あまり言いふらして、皆様自身の身に何か触りがあってもいけませんから、どうかあまり面白おかしく吹聴することのないようにお願いいたします。私は北海道の田舎町の出身ですが、母方の祖父母の家は日照峠を越えて東に行ったさらに田舎の町にありました。嫁さんと結婚するときに随分と反対されて、親兄弟とは疎遠になってしまいましたから、はっきりとはわかりませんが、おそらくあそこにはもう誰も住んでいないでしょう。祖父母はまだ健在だとしてもそろそろ90歳を過ぎているはずです。施設に入ったか、あるいはもう奇跡に入ったかして、あの家にはもういないだろうと思います。祖父母は曽祖父と同居していましたが、その祖父母が現在90歳過ぎのはずなのですから、曽祖父にしてももはやこの世の人ではないでしょう。それに曽祖父はこれからお伝えする出来事で、どこに行ったのかもわからなくなっています。何でもない田舎町に住む親類の話なのですが、私には一つだけ他所様とは異なる事情がありました。曽祖父は、宗教の教祖のようなことをして暮らしていたのです。この宗教は、隣町にある山を本尊とする一種の山岳信仰だったと聞いています。私が生まれる前に最愛の人である曽祖母が亡くなって、深い悲しみに泣き暮らすうちに、いわゆる神がかりのような状態になり、何でも曽祖父は、死者の声、を聞けるようになったのだとかいうことでした。曽祖父の仕事にはいくつかの種類があったようです。まず、依頼人からいくらかのお布施を頂戴して、個人の魂を自分の体に憑依させることで、ほんの束の間だけお話をさせるという霊媒のようなことをしていたのだそうです。大抵は、親族の方が亡きご家族にただ再会したくてご依頼されることが多かったようですが、中には交通事件の被害に遭われた方のご遺族が個人の恨みを晴らすべく依頼する、という穏やかでない話もあったように伝え聞いています。また、何らかのおまじない、カジキ等、
というらしいことを大人になってから知りました。のようなこともやっていたようです。何分小さい頃のことで、詳しいことはわからないのですが、曾祖父のところには、神社にあるような荒縄に白い紙の飾りがあったり鏡が祀ってあったりする一方で、仏像のような鈍い金色を称える像もいくつか鎮座していたのを覚えています。線香の匂いや煙が立ち込める独特な雰囲気の中、曾祖父が低く深い声で経文のようなものを唱えて、何がしかの儀式をしていたのも記憶に残っています。私は祖父母にとっての初孫でしたから、祖父母からも曾祖父からも猫可愛がりに可愛がられたものですが、この儀式については、おっきいじいちゃん、何しているの?と尋ねても、子供は知らん方がいい。といつもはぐらかされていました。未だに曾祖父の宗教についてはインターネットでも断片的に調べることができますが、これがどうも本質的逆説的な、仏教的な要素と神道的な要素の入り混じる宗教だったようです。高齢の信徒の方たちを引き連れて、四国88カ所巡りをしたり、山伏のような格好をして山に入ったりして修行していたようです。あの出来事が起こった日は確か、夏休みや冬休みなどの長期休暇ではなく、普通の週末だったろうと思います。夏休みや冬休みには決まって一緒に遊び回ったいとこたちの記憶がその時に限って全くないからです。何月何日ということまではわかりませんが、初夏。という感じの爽やかに晴れた日でした。仏像があるお堂などの宗教施設と住宅とを兼ねた曾祖父や祖父母の家に、両親に車に乗せられて出かけていったのだろうと思います。もっとも、宗教、などと言われてもよくわからない小学校に入りたての子供のこと、普通の家よりもうんと広いその場所が、私は嫌いではありませんでした。いつもお堂の横の和室にいて写経をしている、西川さん、仮名です。という信徒のおばあさんのもとを、最初に私は訪ねました。坊ちゃん、遊びに来たのね。うん、西川さんはまた漢字の練習しているの?ありがたいお経を写して修行しているんですよ。先生の植え付けでね。おっきいじいちゃんは?神明先生なら、お部屋でお休みです。寝てるの?お勤めで疲れていらっしゃるの。起こさないようにね。つまんないな。僕、探検してくるね。危ないからあまり遠くに行ってはいけませんよ。はい。線香臭い建物から私は外に出ました。眩しい日差しに目を細めたのを、よく覚えています。お堂の中は直射日光が入らないようになっていて、どうも薄暗いのでした。そしてその薄暗いお堂で、お線香の匂いの立ち込める中、ろうそくの火がいつまでもチロチロと怪しく揺れ動いているのでした。そんな中にいて、曾祖父が、絶対に盗んでない、絶対に触ってはいけない、という真ん中に置いてある鏡の方をじっと見ていますと、どこからともなく鈴やお鈴が鳴るのが聞こえてきて、急に頭がクラクラするような不思議な心地が時折するのです。その時も、私の足元が急にぐにゃりと斜めに傾きました。慌てて外に出ると、外の眩しい日差しにほっとしました。世界もまっすぐに戻りました。外はよく晴れていましたが、春先の北海道では晴れていても15度にも届かない時があります。爽やかな日差しで、空気も澄んでいましたが、少し肌寒いくらいでした。私は気を取り直して、外で遊ぶことにしました。しかし、弟は当時まだ赤ん坊で、いとこたちもその時には居合わせませんでしたから、一人遊びにすぐに飽きてしまいました。私は何か面白いものを探して、敷地内をうろうろと歩き回りました。そうして、正面玄関から見ると右手にある岡って口のすぐ横にある小さな土絵が目につきました。それは、曾祖父や祖父母が、室、と呼んでいる空間への入り口でした。高さは普通の玄関ドアの半分くらいで、アルミか何かでできた窓のない銀色のドアでした。ドアは地下にある室へと繋がっているものの、暗くて階段だから危ないという理由で、私が行く時にはいつも施錠されていました。そこに何があるのか一度尋ねてみましたが、漬物をつけている、というような退屈な返事が返ってきて、しばらくはその存在さえ忘れていました。ところが、何気なくドアノブを回してみるとカチャリという音を立ててドアが開いてしまったのです。私は静かにドアを開けて、恐る恐る中を覗き込みました。暗くて何も見えませんでしたが、何か妙な匂いがしてきました。私は隣の勝手口にある靴箱の上に、小さな赤い懐中電灯がいつも置いてあるのを思い出しました。その日もいつも通りに懐中電灯があったので、それを拝借して早速探検を再開することにしました。
キーッと言って小さなドアが開きます。小型の懐中電灯の弱々しい光が辺りを頼りなく照らし出しました。室の中は、何と表現すればいいのかわからないような、妙な匂いが充満していました。どことなく甘いような、生臭いような。正直なところ不快なくらいでした。祖母が、漬物をつけている、と話していたのを思い出し、無理に自分を納得させて先に進んだのを覚えています。幼稚園の頃に見ていた特撮ものの悪役の味と思い出しました。本当に悪い奴らがいたらどうしようという気持ちが半分、どうせ漬物を入れてある容器くらいしかないだろうという気持ちが半分、というところでした。どこからともなく、くちゃ、くちゃ、と湿った音が聞こえてきます。思ったよりも長い階段を下り切ったところ、四角い狭い部屋のようなものに行き当たりました。周囲には青いポリバケツのようなものがたくさんありました。一瞬ゴミ箱かとも思ったのですが、多分この中に大量の漬物があるのだろうと思い直しました。恐ろしい気持ちを押し殺して、懐中電灯をむやみに振り回して周囲を確認します。右手に何か光りました。どうやら水道の蛇口のようです。先端には緑色のホースがついています。そして、台所のような銀色の調理台らしきものも見えてきました。しかし、問題はそれにべっとりとした赤黒いものが、それも大量に乗っていたことです。叫び出しそうになるのをこらえて、それが何なのかを私は確かめました。何のことはない。バラバラにされた魚と、魚の綿です。子供心に多分、酒だ、と思いました。生臭いのはこれのせいだったのでしょう。伊豆市でも作るのかな、とその当時は思いました。伊豆市というのは北海道のように寒い地方の郷土料理です。当時は伊豆市だとしか思わなかったのですが、発酵食品ですから、冬を越した暖かい時期に作ろうとしても発酵どころか腐敗してしまいます。つまり、あれは伊豆市の材料などではなかったはずです。あの大量の生魚が何だったのかは今もってわかりません。今度は左の方を見ました。大きな、丸い鏡が置かれていました。その瞬間まで気づきませんでしたが、手前には細いろうそくが2本ゆらゆらと小さな光を放っており、線香立てからはお香が煙っていました。さっきまで、ここに誰かいた？そういえば、いつも鍵のかかっている室の入り口も今日だけは開いたままでした。もしかしてここにいた誰かが、今この瞬間にも戻ってくるのではないか。自分でも鼓動が早まり、息が苦しくなってくるのがわかりました。その時、引きずるような足音が会場から聞こえてきました。誰だろう。私はとっさに懐中電灯を消しました。真っ暗な室は怖かったですが、それよりも黙って室に入ったことを見とがめられる方が私には恐ろしかったのです。音はしばらく何かを探してうろついていましたが、また近づいてきました。生臭い室の中で、私は必死に息を殺していました。背中に嫌な汗をかいて、シャツがじっとりと濡れていました。キーッという音が鳴って、とうとうあの小さなドアが開きました。あら、開いているわ。奥様ったらダメね。坊ちゃん、坊ちゃん、どこですか？新都の西川のおばあさんでした。脚光でよく見えませんが、腰をかがめて、小さなドアからこちらの様子をしばらく伺っているようです。ここには私がいないと判断したのか。不用心だこと。と言って、西川さんが鍵束を取り出す音がしました。ガチャリ、閉じ込められた。こんなところに、一人で。幼い私は絶望的な気分で、途方に暮れていました。すぐに階段を登って大声を出せば、西川さんが気づいて助けてくれるかもしれません。しかし、すぐに階段を登って騒いだら、室に入ったことは西川さんだけでなく当然みんなの知るところとなって、こっぴどく叱られるかもしれません。私は動くに動けませんでした。ため息をついて、私はふともう一度鏡の方を見ました。見てしまいました。鏡と線香立てのところには簡易的な祭壇のようなものが作られていました。そこにはまるで家のような写真が立てかけられ、先ほどの生魚だか伊豆市だかわからないようなものが茶碗に入って、箸が突き立てられていました。お供え物ということなのでしょうか。写真には子供が写っていました。子供は、私自身でした。わ、という驚きの声を漏らして、私はその写真を見ました。魚の血が跳ねているのか、写真もところどころ赤黒く汚れているようでした。しばらく呆然としていましたが、
懐中電灯をつけることにやっと思い至って、私は懐中電灯をつけ、祭壇のあたりを見ました。お墓で見かける外葉を小さくしたような薄い木の板に、墨で名前が書いてありました。私も、父も、弟も、同じ漢字が名前に一字入っているのですが、その名前にも同じ漢字が使われていました。仮に、ゆうた、とでもしておきましょう。もちろん、仮名です。けれども、聞いたことのない名前でした。親戚でしょうか？わかりません。わかりませんが、私の写真がまるで家のように飾られ、私ではない名前の何かがそこに祀られている。お供え物には腐りかけの生魚。もう限界でした。私は必死の思いで階段を駆け上って、泣き叫び、ドアノブをむやみにガチャガチャさせたり、ドアを手で叩いたりしました。外から鍵をかけるドアということは、実は内側からでも開けることができたのでしょうけれども、あの時の私は恐ろしくてそれどころではありませんでした。しばらくすると、西川さんが戻ってきて、鍵を開けてくれました。叱られるかと思ったのですが、西川さんはいつもと同じ調子で。あら、坊ちゃん。こんなところに、お一人で。まあ、探検ですか。こんなところにいてはいけません。さあさあ、こちらに。と言って、私をお堂にある自分の部屋に連れて行きました。曽祖父の前で正座をする羽目になったのはその30分くらい後のことでした。曽祖父は怒っているというよりも、正座している私を無表情に見下ろしていました。あれを見たのか。鏡のこと？写真？両方。室には御霊が眠っている。あそこで遊んでいると御霊が、お前を連れて行く。鏡からお前を見ている。危ないから、もう入るな。御霊って、あの中に誰かいるの？いる。お前のお兄さんだ。お兄さんなんていない。私は長男です。小さい弟はいても、私には兄などいません。いたんだ、ゆうた。お前よりも四つ上のお兄さんになるはずだった。生まれてくるはずだったんだが、ゆうたは生まれてこられなかった。初めてのひ孫になるはずだったんだ。お前は、あれを見てしまったんだな。そういったきり、曽祖父は深いため息をつき、黙って自室に引きこもってしまいました。私の前に、生まれることなく死んでいった兄がいた。母からも全くそんな話は聞いたことがありませんでした。そして曽祖父の表情。あんな顔をしている曽祖父は初めて見ました。曽祖父がどこかに出かけたきり行方知れずになった、という話を伝え聞いたのはそれから数日後のことでした。母が祖父母と電話で話しているのを見かけたのですが、母の受け答えから、曽祖父が数日前に出かけていったこと。隣町の山中にある、曽祖父の持っている寺院のような施設に出かけていったとばかり思っていたのに、数日間何の音沙汰もないこと。警察に相談して失踪届を出す準備をしていること。そんな風なことを言っていました。曽祖父のことはそれきり家族の話題に上らなくなりました。私としてはもう二度と近づきたくなかったのですが、何かの折に母方の祖父母宅にもう一度家族と共に行った時には、室のドアがあったところは塗り固められてすっかり壁になっていました。私が中学を出る時には、主が行方知れずとなったあのお堂や山中の寺院はまだ放置されていたように記憶します。その後、実家を遠く離れた高校の寮に住まうようになり、さらに都内の大学に進学、両親と大喧嘩の末、結婚してからずっと関東に住んでいるので、それからどうなったのかは私には全くわかりません。長い年月のうちにこの出来事が私の中で風化してきて、ふと、酒場で怖い話として人に話したことがあります。その時に、階段好きの水客がいて、こんな風なことを言って私をゾッとさせたものです。いわく、曽祖父がやっていたことはある種の呪いである。生まれてこられず死んでいった兄を思うあまり、次に生まれてきた私を実は疎ましく思っていて、呪術を使って兄の御霊を呼び戻そうとしていたのではないか。そして、私の御霊、魂のようなものでしょうか。お鏡の中に封印する代わりに、兄の御霊を鏡の向こうから現世に呼び戻して私の体に入れようとしていたのではないか。その水客曰く、鏡は霊道というこの世とあの世の通り道を作る道具だというのです。人を呪わば穴二つ、という言葉があります。相手を呪い、死を願う者は、呪っていた相手に企てが露見するなど術に失敗すると、呪い返し、と言って自ら呪われることになります。
曽祖父は、密かに呪っていた相手である私に室で行っていた術を見られることで呪いに失敗して、逆に呪われる身となった。兄が曽祖父を連れて行ったのだろう、ということでした。